こんにちは、田畑慎太郎です。今日も本にはなかなか書いてないような、実際のところビジネスこうなってんじゃんねみたいなリアリティがある話をどんどんしていきたいと思うんですけども、今日のテーマは中間管理職、いわゆる部長、課長、課長代理とか課長補佐とか係長とかいますけど、いろんな会社にも必ずいると思います。で、実は僕も散々中間管理職的なのを10年か15年ぐらいやってたかなという気もしますけれども、執行役員がちょっと中間管理職なのかよくわからないですけども、執行役員もまあある種の中間管理職なんですけど、部長とかマネージャーとかそういったところ散々やってました。平社員の方はね、中間管理職、課長とか部長のことどう思ってるかわからないですけども、正直言うんですけど、平社員はもちろん平社員なりの大変さがあるんですが、大体の会社で課長とか部長とかっていわゆる中間管理職は一番大変というかしんどいというかね、給料もそんなに高いわけじゃん。でも責任はそこそこあったりする。でも上からも下からも文句を言われ、お客さんからも言われ、関係ないんだけど30代ぐらいで家庭と仕事のバランスとかもいろんなことがみたいな感じになりがちなのが30代40代の中間管理職ですよ。こんな中間管理職を乗り切った先には輝かしい、ね、役員とか経営陣への仲間入り、そこを乗り切るともっと年収とかも上がったりもしますし、美味しい役得とかもあるかもしれない。そこを突き抜けられるかどうか。でも大半の人は中間管理職で止まっちゃうみたいなところも含めて、サラリーマンにとっては、ね、出世の分かれ道と、そこそこ優秀な人はね、中間管理職まではなれます。この課長部長を突き抜けて上に行けるかどうかってところも含めて、中間管理職として何をやるべきか、あるいは何をやらないべきなのかというところは非常に大事になってきます。今日はそんな中間管理職あるあるやっちゃいけないことということについて語りたいと思います。まず一つ目は、中間管理職っていうのは当然読んで字のごとく中間、より上司、社長とか常務とか専務とか役員クラスと現場の間に挟まってるわけじゃないですか。現場からこういうことをしてほしいというような要望が出てきたりしますと。で、それに対して例えば課長のあなたが、うん、分かったと。じゃあ俺がその意見を取りまとめてね、上に掛け合ってみるわと。部長や役員に言ってみるわ、常務に言ってみるわ、みたいな状況ってよくあると思うんですよ。で、言ってみましたと。例えば、かくかくしかじかなんで、休憩所、めちゃくちゃ寒いので、エアコン入れてほしい、現場からの要望がありますと伝えたと。それに対して、ね、役員とか、え？何が暖房？甘えたこと言ってんじゃねえよ。別に、コート着てりゃいいだろうと。俺が若かった頃は、エアコンなんかなかったこと、そんな3つも当たり前にやってたし、一生懸命動いてればさ、あったかいんだよ。そう仕事してくれないからさ、みんな寒い寒いとか言ってんじゃないの？え？こういうこと言われがちじゃないですか。そういう時に、皆さん、現場の意見を取りまとめてきた課長、どうします？ですよね。最近の若いやつは、根性がないと思ってたんですよ。僕も若い時そうでした。コート着てね、みんなに北海道とか渡して、エアコンはあと時期早々ってことで諦めておきます。というような場面があったりとかする。これまでね、いないとこでやってんだったら少しはまだいいんですけど、みんなが見てる前で、これ、どう思います？例えば最近だってさ、昔は男しかいなかったけど、最近は女性が増えてると。女性の方がやっぱ寒がりの方多いじゃないですか。私たちこんな寒いとこでやってられないです。課長よろしくお願いしますみたいなことを言って、お、わかったと。みんなの意見わかったって言ってるのに、こんな風に感じで、手のひら返しをくるーってやるやつ。絶対女性の部下ついてこないです。僕の経験なんですけど、こういうところ見てますよ。必ずこういう場面は、ぜひ、常務が現場に出た時代とは違うんです。もう時代は。しかも最近はやっぱり、昔は男ばっかりでしたけど、女性の社員も現場社員も多いんです。そんなコート着てとかって言ってるんじゃなくて、気袋でしてたら仕事の効率も落ちるから、エアコン入れた方がやっぱり業績も上がるし、採用にもいいんで絶対入れるべきなんですと。もうそうじゃないと僕はもう現場の業績に責任持てないんで入れてくださいと言わないとダメなんです。こういうところで上司と現場の役員クラス、経営陣と現場の意見がぶつかった時に、自分は一瞬現場の意見を代弁しかけたのにダメだと思った瞬間にくるって手のひら返しをするやつ、絶対ダメ。最後まで食い下がってください。それがもし最初からできないんだったら、俺が分かった取りまとめて上に言うよとかって言わないでください。最初から現場から意見が上がってきたのを自分のレベルで押し戻すべきです。いや、そうは言ったってさ、うち業績悪いし、投油代がねえんだよとか、なんでもいいです。一回上に掛け合って俺が通してみるわってことを約束したのに、それを手のひら返しするってことは、意見が通った通んなかったじゃないんですよ。もう、信頼がなくなった、あるいはもっと言うと嘘ついてた、こいつは本気で通すことないのに、とりあえず通すふりをしたってことになるんで、決定的に信頼関係が君に入るんで、こういうはしご外し、手のひら返しは、バツ。2個目は、そうやって手のひら返ししてたのに、その日の夜飲みに行ったりしたら、いやー、やっぱりさ、うちの会社ってケチだよな。エアコンぐらい入れたらいいと思うんだけどさ、なんだよな、もう寒いよね、みんなとか。お前がさっき手のひら返ししたやろうかと。とにかく、課長とか部長っていうのは、現場社員から見たら、中間管理職とはいえども、単なるメッセンジャーではなく、やっぱり経営方針を伝達される会社の代表なんですよ。そういう人間が自分の会社のことを悪く言う、平たく口ですと文句を言う、こんな情けない話ないわけですよ。そんなんだったらさっきの話じゃないですよ。そんなん現場から言われたら、そんなんだったらもっと儲かる会社に変えて、儲かるようにして、灯油代なりエアコン代の電気代なりを捻出して、それで現場をあったかくしてくれって、あんたが言ってこいよってことなのに、その当事者意識がなく、ただただ自分も一緒に平社員と同じになって、連帯感深めようとするつもりなのか知れないけど、平社員と同じレベルの愚痴を言っちゃう。これは連帯感を深めるようで、かえって
逆効果です。だって平社員から見たらあんた課長だろ部長だろと、私たち平社員と違ってちゃんと役員と経営陣に対して文句が言える要求ができる交渉をして勝ち取ってくるのが仕事じゃないかと、自分が本当にやるべき仕事を脇に置いて、いやいや分かる分かる俺もそう思ってる、いやうちの会社ってケチだよなとかってただ文句垂れてたら、お前何やっとんねん、それで連帯感深めようと思ってるもしかしたら課長とか部長いるかもしれないですけどね、全く逆です。そんなんだったらドイツでもういいから、まだ会社の方針をビシビシ言ってくるやつの方がまだ筋通ってます。これ最悪、会社の代表なのに代表の立場プライドってことを忘れて愚痴を言ってる。この愚痴をなんで言ってるかっていうと、ダメな中間管理職ってド S のパターンもあるんですけど、ド S のパターンのダメさって多分2割3割ぐらいで、僕のドタ感で言うと課長とか部長なのに年功序列で押し上がっちゃったみたいな人多いんですけど、自信がないんですよ。自分より部下の方が仕事ができたりするの分かってるから、部下の顔色見てビビってるやつがたまにいます。これもクソです。これは優しい課長がいていいな、優しい部長がいていいなとかって思うサラリーマンの方いるかもしれないですけども、そんなやつの下に立ってあなたの人材が上がんないし、査定も評価されないし、部署全体だと業績が大体そういうとこ悪いんで、何もいいことないです。ぬるま湯でもちろんね、ただただ時給で仕事もらえさえすればいいっていうような人だったらうちの部署は楽でいいなと思うかもしれないですけど、部下の顔色見てビビってる中間管理職がいるようなところっていうのは本当に情けない。それはもう部下から見ても情けない。部下の顔色見てビクついてるなと思ったら、それは管理職としては不適格のシグナルが出てるので、単なるワンマン傲慢独断専行ド S の独裁者になれってことじゃないんですよ。このバランスが大事なんですけど、それこそ修具政治っていうんですか、政治家でいうと、とにかく選挙民の関心支持を買おうと、やたらとにかくただ現金だけばらまく、できもしないことを言いまくって票だけもらおうとするようなビク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 した態度、こんな政治家魅力がないのと同じで、やっぱりリーダーなんですから、みんなの顔色見てビクビクする、みんなどっちに行きたいと思ってるのかな、みんなが行きたい方向に自分も行くしかないなと思ってるんじゃなくて、やっぱりここに行くべきだ、ここに行ったらみんないいことがある、俺がここにみんなを連れてくんだというようなリーダーシップがない中間管理職っていうのは、やっぱ管理職リーダーとして失格なんで、部下の顔色見てビビる、これも最悪です。とにかく間に板挟まるのはしょうがない、板挟まってない仕事なんてのは本当は無駄もんじゃないんで、中間管理職の仕事ってのは板挟まることが仕事なんですけど、だからこそ単なる板挟みじゃなく、はしご外し、手のひら返し、そしてその上でさらに愚痴を言う、そしてさらになんで愚痴を言うかというと、下の顔色でビビる、上司にビビる気持ちもわかるんだけども、上司にビビるのがある意味しょうがないっていうのはみんなわかるんですよね。部下にビビり出す管理職ってこれクソですとは言いながらもね、中間管理職会社によりけりなんですけども、査定の権限とかもちょっとしか渡されてなかったり、僕の感覚で言うと、採用する誰をチームに入れるか入れないか、誰の給料を上げるとか下げるとか、ダメなやつを自分のチームから追い出したりクビにすると、この権限が3つないのに、管理職って言われても名ばかり管理職、名ばかり店長、牛丼屋さんとかでよくあったじゃないですか、あんな感じなんで、責任と権限はセットじゃないといけないのに、責任だけ渡されて権限がないのはアンフェアだとは思うんですけど、そんな管理職多いのかもしれないんだけど、まずはでもやっぱり、ね、気構えとしてはそういう風に持ってほしいし、平社員の立場として自分のところの管理職課長部長がダメだなと思ったら、そういう会社辞めるか、あるいは自分がそこに取って代わるか、あるいはうまい具合に手のひらの上に乗せて利用するかなと思います。本当に課長とか部長っていうのは会社の一番大事な歯車、中間コアなんで、ぜひ誇りを持って仕事をしていきましょう。べき論寄りなのかなって不安も正直僕もこれ語っててあるんですけど、ぜひコメント欄で現役の課長部長皆さんの件、あるいは現場の社員から見て、うちの課長はイケてるとかイケてないとか、こんな時にうちの課長って本当かっこいいなと思ったとか、うちの課長ってダメだなと思ったとかっていうご意見ご感想お待ちしてます。じゃあね。